マンフレット・ティエリー・ミュグレー、ティエリー・ミュグレー、テーリー・ミュグレー、発音で、1948年12月21日体、は、フランスのアルザス地方、ストラスブール出身のファッションデザイナー、カメラマンである。1966年から1967年まで、ストラスブールのファインアートスクールで美術を学ぶ。そして、ティエリー・ミュグレーはまた新しい分野へと方向性を変えた。 彼はかねてからの映像の世界に興味を持っていた。また、ジョージ・マイケルのファンキーの映像監督を務めた。1994年には、ジュリア・ロバーツとティム・ロビンス出演の映画でのフィルムを回した。彼は、その他、マドンナやビオーク、ダイアナ・ロスなどのアーティストプロモーションビデオ、ステージパフォーマンスを撮影した。ファッションデザイナーであったティエリー・ミューグレーの1990年代の コレクションはとても華やかで強いインパクトがあり常に客席からの歓声やファッションでの話題を呼んでいたコレクションのステージにはテーマがありオペラダンサー出身であった彼だけにステージ全ての演出にもとても凝っておりモデルたちもそのシーンごとに様々なポージング衣装も手掛けスーパーモデルはもちろんのこと時に有名ロックグループのインエクセスのボーカリストであった マイケル・ハッチェンスが当時のガールフレンド、スーパーモデルのヘレナ・クリステンセンと一緒にステージに登場するシーンや、ミック・ジャガーの妻で女優、モデルであるジェリー・ホールや、世界的 VIP で名高いアメリカ・ニューヨークの大富豪、リバナ・トランプの姿までもステージにあった。彼のデザインした特徴的なオートクチュールは、現在もヴィンテージ商品として根強く、 コレクターにとっても人気のあるデザイナーとなっている。近年ではシルクドソレイユの舞台衣装やビヨンセのワールドツアーの衣装のデザインなどの活動がある。ありがとうございます。